あれ、まだ世界続いてんの？こんにちこ、アキトです。今日もよろしくお願いします。今日は12月5日の日曜日、シュプリームエアフォースワンフラックスリストックということで、店頭抽選にやってまいりました。まずはここ原宿からいつものようにスタートしていくわけですけども、確か2週間前だったと思うんですけども、マコッチさんとヒデさんと一緒に並ばせていただいて、僕がシュプリームの並びが初めてで、いろいろ教えていただいたんですけども、その時僕だけが変えてしまったということで、今日はそのお二人のリベンジでやってきてます。ただマコッチさんは仕事で今日は来れないということで、ヒデさんと待ち合わせして抽選していきたいと思います。ただいま6時40分でしたね。待ち合わせは6時半です。すいません、本当に千葉さんとの待ち合わせとかはね、1時間近く遅れたりしてるんで、逆にラッキーだな、今日は運がいいな、そう思っていただけたらと思うんですけども、嘘です、すいません。おはようございます。すいません。ちょっと遅れました。失礼しました。すいません。はい。スプリームの原宿の様子を。はい。見てから、ちょっと様子見ていきますか。はい。行きましょう。並び場所ちょっと考えましょう。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寒いっすね、朝。寒いっすね。今日寒い。ありがとうございます。すいません。寒いんですよ。ありがとうございます。まだ全然並んでない感じですね。あ、何人かでも。ああ、はい、何十人かっていう感じですかね。20、30人ぐらい。どうしますかね。原宿から行きますか。行ってみますか。ああ、はい、はい。そうです。じゃあ、はい、はい。今日はじゃあ原宿からこのまま並んで。はい、寒い。始まりの時間ってどこでも一緒ですかね。多分同じぐらいだと思いますけど。前が、前回大会山早かった。でも原宿は2台で QR 撮ってるのが早いと思う。ああ、そうか、そういうのもあるんだ。なるほど。そうですね。まあ、原宿いっぱい人が並びますけど、まあ、早く並んじゃえば、まあまあ。そう、早く取れちゃう。はい、はい。あの、前の女子のあの集団、並ぶ人たちなんですかね。みたいですね。日本人ではなさそうですね。あ、あ、そうなんですか？ 170ちょっと。昨日のアママニエル千駄ヶ谷170人ぐらい。そうです。T23 は15足ぐらいで終わったっていう。やっぱりだからあの普通のメンズサイズは15ぐらい。はい、ああ、はい、あ、フラグメントの車体。あ、これもスニーカーで撮れたんですか。あ、これは堺の公式で。はい、堺の公式で。買いました。すごい。これでもちょっとスースーするんじゃないですか。いや、大丈夫です。そんなことないですか。前のやつはスースーするやつです。ああ、これはメッシュになってない。メッシュですけど中あります。あ、はい、あ、うん。始まりました。あ、始まりました。はい。次はどうしましょうか。大会山に行きますか。その後シップやっていう感じで、はい。はい、タクシー呼びますか。はい。GO を使ってみる。GO を使ってみる。番号80番台とかでしたね。そうですね。はい。番号配布が始まったのが一番早いのが代官山が早かったんでしたっけ？今日は。今日は渋谷が早かった。渋谷が早くて、はい、なんか原宿が今一番スタートが若干遅かったんですね。はい。はい、ということで1店舗目原宿店の番号を取得してきました。この後流れとしては代官山店に今から向かって、その後渋谷ということになりました。ただこの時間帯なのか、ビルに挟まれてビル風のこの環境なのか、とにかくめちゃくちゃ寒かったですね。この原宿の明治通り沿いの並び、そういうこともあってこの風から逃れたいっていうことで、このまま歩いて渋谷店に行くよりは一旦タクシーにちょっとでも乗って一旦避難しようっていうことで、今タクシーを呼ぶんですけども、初めてのアプリでちょっと使い方がよくわからないっていう、すいません、僕基本的にこういう時は任せっきりにしてしまうんで、ヒデさんにはご迷惑かけてるんですけど、ファイト。
ヒデさん頑張って。できるよ。みんな応援してるから。みんなも、みんなからも、ファイトって。この絵の再生数どのぐらい行くんでしょうかね。1万回ぐらい行ってくれるんでしょうか。1万人の人が今、ヒデさんを今応援してるから、頑張って。呼んで。なんとか。寒い。寒いから。うん。寒い。寒いね。今、ヒデさんの後ろには1万人の人がいるから。1万人って言うと何?武道館、武道館埋まってるよ、ヒデさん。今、ヒデさん、武道館埋まってる。え、っていうこと何?武道館いっぱいの中に、今、ヒデさんが舞台に立って、タクシー呼ぶライブしてるみたいな。シュール!未だかつていただろうか。武道館で、携帯で、タクシーアプリを呼ぶライブ。それで1万人集めた人が未だかつていただろうか。未だかつてない場面に僕たちは立ち会っている。タクシー呼ぶだけで1万人の人が見ている。なんだこれは。世界一地味なライブ。聞こえる僕には。1万人の歓声が僕には聞こえるんだ。こうして目を閉じると、この寒空の中、目を閉じると、ああ、なんだか気持ちいい。あれ?なんかあったかくなってきた。こうして目を閉じていると、なんかとても気持ちいい。なんだろう、ポワーンってあったかくなってきた。ああ、もう、このままでいいかもしれない。あれ?おじいちゃん?おじいちゃん。待って、そっち行く。え?何?来るな?なんで?待って。ねえ、待って。はい、ということで、代官山店に着きましたので、これから向かいたいと思います。とりあえず今、代官山店に着きました。7時。もうすぐ40分になる。全然並んでなさそうですね。ただもう番号配布は始まってるんですよね。始まってます。はい、まあ、代官山店に着いたんですけど、店員さんがいなくて待ってるっていう状態ですね。代官山店は一回店員さんが引っ込んじゃうっていう、うん、なんかそうなんですよね私もわからないんですけど、 それ寒い冬とか、冬だけだからとかじゃなくて、人が溜まったら出てくるっていう。そうです。はい、代官山今番号もらいました。121、僕がじゃあ122ですかね。はい、で最後渋谷に向かいたいと思います。はい、はい、スタッフの店員さんがない、もういい、もういいっていう感じの、いいって言いそうな感じの店員さんですあ、でもあの店員さんはまあまあ優しい。あ、そうなんですか。今渋谷のシュプリームの並びのあたり着いたんですけど、いないですね、誰も。え、打ち切られてるってことないですよね、まだ。ないと思うんですけど。列がないですね。はい、じゃあ店舗前行きましょう。そうなんだ、そんなことがあるんだ。ありますね。たまに。ってなければいいんですけど。ああ、そうですね。もしかしたら打ち切ってる可能性もなくはない。なくはない。早くないですか、でもそんな。まあ8時ぐらいに打ち切る可能性もありますよね。あ、そうか、今、ああ、もう今8時なんだ。いやー、そうか、打ち切った可能性もありますね。シュプリームエアフォースワンで店舗前でやるってあんまり考えにくいですもんね。はい。わー、そうなんだ。あ、配布してました。あ、います、あります、配布してました。間に合いました。では行きたいと思います。やってましたね。やってましたね。全然人いないんですね。いないですね。今日少ないですね。はい。じゃあ今回全然人が少ないんですかね。もしかしたら。可能性はありますね、本当に。店舗前でやれちゃうぐらい。全然並んでないってことですもんね。とりあえずこれで3店舗回りましたね。回りました。はい。あとはちょっともうとにかく早くどっか入って。暖かいと思います。はい。ゆっくりします。寒い。もうめちゃくちゃ寒い。はい、ということで、渋谷代官山、違う、原宿代官山渋谷という流れで店舗を巡ってきて、無事番号をもらうことができました。渋谷店がいつもの場所ではなくて、
店舗前で配布してるっていう、あんまりないけどたまにあるっていうことでしたね。全く並んでないっていうのに驚きましたけども、並びが少ない分入ってくる足数も少ないのかどうなんでしょうか。とにかく外がめちゃくちゃ寒かったんで、なんとか今落ち着いたんですけども、今回は2回目だったので、前回の時は番号をもらってで、QR コードがあって、それを読み込んで、その番号を呼ばれるためのサイトにアクセスするんですけども、そのサイトへのアクセスを、番号を読み取った後僕が消しちゃったんですけど、よくわかってないから。今回は2回目ということで、さすがに3店舗とも残しておいてあります。見ないけどね、僕は。すいません。僕は見ないけど、基本的には。ヒデさんが見てくれてんのを僕が横で、あ、まだですかとか、あ、今結構、呼ばれてるんですね。へえ。あ、僕の番号これです。っていう役割なんですけども。一応ね、一応僕も一緒にやってますよ感を出すために一応やってます僕も。とにかく今回は前回3人で行ったけど買えなかったヒデさんの支援として役割をなんとか果たしたいと思うんですけども、どうでしょうか。ここで番号が呼ばれるまで待機していきたいと思います。原宿564。渋谷が546、体育館山が296。もうすぐ8時50分になるけど、まだ打ち切られてないっていう。これが原宿ですか。そうです、原宿、渋谷、渋谷。わー、体育館山もう300になったんだ。全然打ち切らないんですね。打ち切らないですね。意外と数がじゃあ、あるのかもしれない。僕が83で、ヒデさんが2とかですか。86です。あ、6? そんなにずれてるの。83と86。あ、アキト君呼ばれてる。え1グループだもん、多分。122、代官山どうですか。代官山、1グループ。本当ですか。11番目です。あー、本当、じゃあ絶対収録ロも買います。行きますじゃあ、はい、行きましょうか。はい。今、代官山で僕の番号が出たんですよね。それ第1グループなんですか。はい、すごいです。やっぱり持ってる人は違いますね。いやいやいや。じゃあもしかして白と黒のモデルも買えるかもしれない。買えると思います。おお、はい。じゃあ急いで代官山に向かいたいと思います。はい。はい、まだ黄色くはなってないんですか。あ、なってはいるんだ。まさか第1グループで呼ばれるとは。他の渋谷と原宿は番号出てるんですかね。原宿はもう出ましたね。ああ、そうか、原宿はいっぺんに出るんでしたっけ。出ました。渋谷も出ました。あ、渋谷も。渋谷はないです。渋谷はなし。とにかく急いだ。はい。まさかの1グループで呼ばれることはほぼないと思うんです。すごいです。大体今回渋谷、原宿は650前後で、代官山が300何十人か。そうですね。大体1回目、2回目ぐらいの半分ぐらいの人数でしたね。そうです。まあ、数はどれくらいあるのかわかりませんけど。そうですね。第1グループなら大丈夫。間違いなく大丈夫。いやー、とにかく今回これでヒデさんの分が買えたらめちゃくちゃいいですけどね。はい。はい。僕の来た使命は果たせる。じゃあ、あとは次はマコッチさんですね。そうですね。はい。マコッチさんの分またリベンジしたいと思います。ということで次はマコッチさんの分いきますので、よろしくお願いします。お願いします。あ、はい、はい。ありがとうございます。じゃあ行ってきます。はい。また後で後ほど、はい。買うことができました、今回。おめでとうございます。ありがとうございます。なんとかこれでヒデさんの分もゲットできました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、買いました、今回。よかったです。とりあえず、僕の支援っていう目的は果たされたので。本当に、ありがとうございました。いえ、とんでもないです。よかったです。まさか第一グループで呼ばれて帰るとは。番号は1番、はい、
でしたね。ああ、そうなんですか、はい。僕が入ったのが11番目。でももう、白黒の黒だけがもうなくなるんじゃないかっていう感じでしたね。もう僕のあと残り2個ぐらいっていう感じでした。はい。足数は少ないんですね。おお、相当じゃ少ないですね。少ない。もうカウンターに置いてあって、もうそれだけっていう感じでしたね。ブラックは。白はまだありそうな感じでしたけど。あ、そうなんですか。はい。ということで、とりあえず、僕はいつもの28センチ US10。ヒデさんのウィートフラックスは 27.5 で買うことができました。あと、もしかしたら残りの店舗でもうこの日中にマコッチさん分も買えるのかもしれないということで、一応他の店舗も今待ってるところなんですけど、原宿は無理そうですね。下から数えた方が早かったですね。そうです。二人とも、はい。僕もヒデさんも。代官山と渋谷はまだ両方とも呼ばれてない。呼ばれてないです。僕も渋谷はまだ呼ばれてないという状態です。代官山が最終的には346人。で、僕が入れたのが11番目。11番目。おー、これはなかなかのいい確率ですね。すごいです。これ、昨日のアママニエル行きたかったですね。この11番引きたかったですね。本当ですね。はい。今日は今日ですごく嬉しいですけど、はい。今、ヒデさん代官山で呼ばれました？まこっちさん分。はい。じゃあヒデさん代官山呼ばれたっていうことで、はい。はい。じゃあこれから行ってきます。はい。じゃあ、はい、待ってます。はい、お願いします。ということで、今、ヒデさんが呼ばれて、代官山シュプリーム店、逆やな、シュプリーム代官山店、向かいました。今回で、まこっちさん分も変えてしまうかもしれないという。お帰りなさい。おー、変えてますね。おめでとうございます。よかった。これでじゃあ、まこっちさんの分も変えて、この前3人で行ったリベンジがもう今回で果たされましたね。まさか、はい。僕がまさか第1グループで呼ばれて、ヒデさんも同じ代官山で今呼ばれて。よかったです。はい。この前3人で行って、これでみんな変えましたね。よかった。よかったです。はい。まこっちさんに良い報告ができます。はい、そうですね。まこっちさんに良い報告ができます。繰り返しちゃった。確認しますか？一応、はい。はい。ちょっと私のじゃないんで。もしかしたら、サイズ違いがある場合もある。はい。店員さんはしないんですか？しません。ああ、店員さんはしない。してくれないです。ああ、はい、シュプリーム、シュプリームですからね。そんな多くを望んじゃいけない。そうです、ね。はい。大丈夫ですね。お、大丈夫。よかったです。じゃあ、後でマコッチさんに届けたいと思います。じゃあ、今日は本当ありがとうございました。はい、したお疲れ様でした。この前3人でマコッチさんと行って、その時僕だけ変えてしまったんですけど、今日で3人とも無事購入できたということで、ありがとうございます。本当に。はい。あれ、結構まだ残ってた感じなんですか？代官山店だと。まだ代官山残ってましたね。ヒデさんが大体呼ばれた順番で言うと100ぐらいで。まだ50ぐらいは残ってたんじゃないかなっていう感じでした、ね。じゃあ代官山ほとんど3分の2ぐらいはじゃあ当たりぐらいの当たりですね、はい、そうなんです ね、 そうですね。結構じゃあ数はあって並んだ人数が半分ぐらいっていう、ね、もうサイズも 27.58 とか。私が入った時はもう26から上しかないって言いました。ちっちゃいサイズはすぐなくなるんですね。ちっちゃいサイズはないですね。なるほど。ということで、当初の目的だったヒデさんウィートの支援を達成するだけでなく、僕が今まで持ってなかった白黒のエアフォースワンモデル、これはめちゃくちゃ今数が少ないらしくて、第一グループで呼ばれないと買えないっていうぐらいの数の少なさらしいんですけど、まさか僕が2回目の抽選に来てそれを達成してしまうという、さらにまた次回になるかなと思っていたマコッチさん分の支援まで購入できてしまうという、今回で全てが達成されてしまうという、とても充実した回になりました。本当にヒデさんありがとうございました。今回もこうやってご一緒させていただかなかったらこういう結果にはならなかったと思うので本当にありがとうございます。そしてまこっちの奥さん、今回はまこっちさんのまたスニーカーが増えるという結果になってしまい本当に申し訳ありません。今回はなんとか許していただいて、またそんなもんばっかりいっぱい買って言うて、もう本当にすいません。本当にうちのまこっちがいつもすいません。本当にお世話になってます。本当にありがとうございます。まこっちの奥さん、うちのまこっちがすいません。本当にいつも
これからもよろしくお願いします。皆様もわざわざお越しいただきありがとうございました。このヒデさんによる携帯アプリでタクシー収集ライブ、こんなにも多くの方々に来ていただけるとは。またぜひ次回も予定しておりますので、様々な詳細はヒデさんのインスタの方でまた情報が解禁され次第更新されると思いますので、概要欄にヒデさんのインスタ貼ってあります。ぜひフォローして随時チェックしてください。次回はもしかしたらアリーナぐらいの人を呼べるように頑張りたいと思いますので。それでは皆様、今回も見ていただいてありがとうございます。また頑張るから、これからも頑張っていくから、ぜひチャンネル登録、チャンスを押しろと、アキトくんチャンネル、ぜひチャンネル登録してお待ちください。ヒデさんとマコッチさんもありがとうございました。すいません。すいません、ほんと。適当言って。ごめんなさい。ああ、どうしよう。今回はさすがに怒られるかもしれない。すいません、本当に。ああ、ありがとうございます。できれば見なくてもいいかもしれない。すいません。ありがとうございました。失礼します。